よし、では前回のあらすじ。限界態勢の城内を駆け抜け、祭儀場にたどり着く米軍。しかしその目の前で、その目前で儀式は取り行われ、女王アガーテは月のフォルスを使い、聖なる王の力を手に入れる。だがアガーテの体に異変が起こり、美しきガジマの女王は黒くたけだけし、聖獣王ゲオルギアスへと変化を遂げる。ゲオルギアスはヒューマ殲滅を唱え、ウェイグたちに襲いかかる。激しい戦いの末、ウェイグたちに倒された聖獣王は大爆発を起こし、クリアとアガーテはその爆発に飲み込まれる。ウェイグは閃光と爆風の中、ついにクリアを救い出すと。でスールズに戻ったウェイグとクリア、儀式以来眠り続けていたクリアがようやく目を覚ました。だが喜びもつかの間、村で騒ぎが起こると。はい、ということで、じゃあやっていきますかね。うちの旦那なんか集会場に行くとかなんとかって言ってたけど、ちょっとあんたまた何かやらかしたんじゃないでしょうね。ひー、相変わらず嫌われてんな。よう来たの。あ、食材あるか、十分に。オッケーオッケーオッケー。そう、ポプロンおばさんがね、ちょっとおかしくなっちゃったって言ってたので、ちょっとね、それを見に行きたいんですけど。メイグがまた、おー、もうやめてよ。ん、またあの連中が、サレとトーマのこととかか。すごい勢いで集会所の方へ走っていったよ。どうしたのかな。ちょっとポプラおばさん、あ、やっぱお家いらっしゃらないですね。焼き芋を焼いた痕跡がある。あ、上にポプラおばさんのあれ、お母さんだっけ、おばあちゃんだっけ。あ、いない。え、怖っ。装備品屋か。じゃあ行きますか。ん、何があったんだ。オペラおばさんが入り口のところに居座って中へ入れてくれないんだ。え、もともとは私たちガジマが建てた集会所なんだ。え、どうしちゃったの。あんたたちみたいなろくでなしのヒューマに使う権利なんてないんだよ。あ、もしかしてギャオルギアスの力か。ヒューマ殲滅を唱えてたって言ってたからな。ポプラおばさん、どうして突然そんなこと。突然なんかじゃないよ。前からずっと思ってたんだ。ヒューマはガジュマをバカにしてるってね。自分たちばっかり綺麗で楽な仕事をして、辛くて汚い仕事は全部ガジュマにやらせるんだ。この村もそうのようには見えなかったけどな。確かに言われてみれば、ポプラおばさんの言う通りだ。なんかこれって理不尽じゃないか。そうだよ。私たちは私たちガジュマだけで村を作った方がいいのさ。なんだって。ヒューマなしじゃまともに金勘定もできない連中が村なんか作れるもんか。あ、ヒューマとガジュマって、ヒューマと比べるとガジュマはなんだろう、少し知能というか、速攻がヒューマよりも劣ってたりするのかな。金勘定もできないって言ってたから。なんだと。どういうこと。お前らこそ俺たちガジマがいなければ家の修理一つできないくせに。あ、なるほど。その場合、あのガジマはやっぱ体力とかそっちの方が優れてるってことか。ヒューマガジマなんかに頼らなくても力仕事だって何だってできるさ。こうだったらその力を今ここで見せてみやがれ。いや、ちょ、やめなよ。落ち着け、喧嘩はやめろ。おばさん、一体どういう。え、やめろ、やめてくれ、おばさん。ポプロおばさん、うるさいんだよ。ヒューマなんていなくなっちまえばいいんだ。メイグちゃんって言ってた。ポプロおばさん、どこに行ったの。メイグ、おばさん、ちょっとそれはやりすぎ。 おばさん、なぜだ。メイグさん、兄、あら、どうしたの。ああ、雨のホルス、頭冷やせ。おばさん、キキ兄、どうしてこんなところに。助かった、兄、ありがとう。しかし、どうしてポプラおばさんはそんなことをしたんだ。わかりません。この村だけではありません。私、
ここに来るまで似たような光景を何度も見ました。ベイグとガジュマ…あ、ベイグじゃないや、ヒヤマとガジュマが衝突し始めちゃったな。ガジュマであるあの人にも異変が。あ、ユジン、あの人、まさかユジンもポプラおばさんのように。わかりません。でも上言のようにベイグさんや他のみんなを呼んでくれって。マンは大丈夫なのかな。ティトレイやヒルダのことか。ええ、とにかくみんなを呼んでくれと繰り返すばかりで。お前、友人のために俺のところまで。違います、マオに頼まれたんです。マオはあの人の近くにいたいって言うから。だから私が。ベイグさん、一緒に来てくれませんか。うん、ちょ、クレアが気になるけどな。だが、俺は。クレアさんですね。クレアは？また眠ってしまいましたわ。そうか。クレアのことなら心配はいらないよ。言ってあげなさい。クレアを救うため、お前と一緒に戦ってくれた仲間のために。お行きなさい、ベイグ。事情はよくわからないけど、あなたにとってとても大切なことなんでしょ。自分のためにあなたがそれを不意にしたと知ったら、きっとクレアは悔いると思うから。おじさん、おばさん、ありがとう。まあ、本当いい両親やな。クレアの父ちゃん母ちゃん。行こう、うん、兄。はい、うん、行こう。ありがとう。よし、じゃあ兄が仲間になった。まあ、友人のところを目指して進んでいきましょう。再出発。ベイグさん、出発の準備はできましたか。ドラヌマ。ベイグさん、スールズって思っていたほど寒くないんですね。そうか、この辺りに来るのは初めてか。はい、特に何もない村ですから、なかなか用事もないですし。何もない。何もない。あ、いえ、別にこの村が田舎だとかそういうことを言ってるわけじゃ。いや、確かに田舎だな。可愛いかよ、どうなっているんだ。兄、ここへ来る間にも同じような光景を見たと言ったな。はい、船に乗る時もガジュマの船長がヒューマの乗客は乗せないって言うし、なんとか他の船に乗ったんですけど、船の中では何かというとヒューマとガジュマが喧嘩してました、うん、ヒューマとかガジュマとかどうなっているんだ。どうなってるんだってばよ。友人は今、友人はどんな様子なんだ。とても苦しそうでした。何かにうなされてるように、時々すごい声で叫んだりして。なぜ友人は俺たちを呼んだんだ。あの人の気持ちなんて私には分かりません。今度は二人で。準備ができたら出発しましょう。あの人が、いえ、マオが待ってます。よし、ヒューマとは口を聞かんと決めたんじゃ。ちょっと、なんで。もう一生懸命やるのはやめたよ。君たちヒューマン、僕たちガジュマが頑張ってるのが当たり前だと思ってるしね。うーだっちょ、違うのに。あなたも、お父さんにトム君と遊ぶなって言われちゃった。どうして。ああ、子供たちは戸惑うよね。この人が急にヒューマンのために働くのは嫌だって言い出したの。どうしたのかしら。でも私は前から不満あったのよね。いや、こっちの話。もう良くないループができてしまってるよ。みんな、ちょっと。大人たちってなんでくだらないことで喧嘩するんだろう。ねえ。これなんかお店の人ももうなんか何持ってくんなくなっちゃったりとか、やだな。サム君ち遊びに行ったおじさんに追い払われちゃった。ガジュマとヒューマ仲良くしちゃダメなのかな。ガジュマの連中にあんな風に言われて怒らない方がおかしいわよ。私もあんな連中と一緒に暮らしたくない。でも村を出るのも尺だし。ベイグ、クリアが帰ってきてよかったね。でもごめんなさい、今誰ともお話ししたくないの。了解よ。突然ガジュマどもがヒューマンに対して反感を抱き出したんじゃ。いつも仲良くしてたじいさんも冷たく当たりよる。
ここでガジマとヒューマの子らが遊んでいた姿も久しく見んな。ここ私は最初は集会所じゃなくて教会かなって思ったんですよね、建物。ちょっと物売ってくれるかな、人？あ、人だ。だから多分大丈夫だ。みんながガジマとヒューマが仲良くするのは変だって言うのよ。ねえ、どうして？プロボさんの絵。あユジンは今どこにいる？首都バルカの外れにあるメセチナ洞窟にこもっています。うん。何かあった時、周りに迷惑をかけたくないからって。一回行きましたよね。急ぎましょう、ベイグさん。思ったより遅くなっちゃったし、私たち二人だけでも行った方がいいかも。うん。いや、あいつも。ティトレイ。ティトレイも呼んでいこう。呼ばないと後でうるさい。うるさい。それに頼りになる。じゃあな。はい。ちゃんと評価してるもんね、ティトレイのこと。ベイグ、ペトナジャンカへ。ペトナジャンカに行くんでしたよね。あ、結構遠いよな。ティトレイさん、どうしてるかな。ヒューマなんかとこっち聞くもんじゃないって言われたから。わー、ちょ、ただでさえ宿屋の人当たり強かったのに。私にあんたがクレアを氷に閉じ込めた時みたいなのはもうごめんだよ。ほら、あんたは知らないかもしれないけど、あんたはかばう人と揉めたんだよ。輪の中でゴタゴタするのはたくさんだね。わー、やっぱり。あ、この人は普通に食材売ってくれるんだ。うわー、ヒューマは止めないって悲しいな。なんで私がヒューマのために草むしりなんて言わなきゃいけないのかしら。バカバカしい。あ、普通に買える。あ、ピーチグミ。ピーチグミもう一個しかない、やっば。よし、ライフボトルも買った。オッケー。アップルグミも買っといた方がいいか。念のため買っとくか。よし、オッケー。じゃあ行きましょう。あ、そうだ。あ、継承でできるかな、そういえば。ちょっと待って、ちょっと待って。ここだとできないんだっけ。装備屋じゃないとダメだっけ。あ、そうだね。装備屋、装備屋。継承できるかな。よく来たね、ベイグ。あ、継承補充できないのか。次の町まで行かないと無理か。できなかったらできなかったでいいんだけど。ある程度育てちゃったしな。いつか通った道。ペトナジャンカへはこの道をずっと南へ行けばいいんですね。ああ、以前は橋が落とされて大回りさせられたが、うん、もう治っている。まっすぐに行けばいい。そうだね。よし、じゃあこっち側やっていきましょう。懐かしいなあ。あといくつぶりですか。もうね、30ぐらい空いたかなって感じだけど。よし、てこっちだね。あ、普通に敵が出てくるんですね。邪魔が入ったな。みんなに力、マインドガイルド。いた。修練陣、絶唱弾。よいしょ。絶叫陣。ある程度 HP 高いなね。よし、まあ弱いけど。オッケー。何か発見しました。何何何。え、あ、嘘つつき。鋭いくちばしを持つ鳥、嘘つつきにつつかれるよと親はこの嘘を叱る。なんだこれ、こんなのあったっけ。なんかいきなり始まったからびっくりしちゃった。一気に行くぞ。オーナルフォルフ、チャーリービント、絶唱弾。よし、えい、えい、はい、はい、絶叫陣。オッケー。ホーリーボトル使えばいいんだけどね。まあまあまあ弱いから一緒。あ、なになに、イベントか。それにしても
一体友人の身に何が起こったというんだ。うん、わかりません。ただなんだか世の中全体の雰囲気がおかしくなってるような気がします。ポプラおばさんのこともその一つというわけか。ね、マオは友人のところか。うん、とても心配してました。記憶を失ったマオにとって友人は父親のような存在なんだろうな。うん、でも私マオのことは嫌いじゃないけど、あの人と仲良くしてるのだけは。それはユージーンがお前の父親を殺したからか。そうか。だが俺にはユージーンが罪もない人を殺すようには思えない。じゃあ兄の父ちゃんが何かあったのか。マオも同じだと思う。本当はお前も。違います、私は。だったらどうして友人のことでわざわざ俺のところへ来たりしたんだ。それはマオが困っているから。私はガジマなんて信じられません。友人じゃなくガジマか。私間違ってますか。さあな。レイグさんはガジマやヒューマという人の味方をしたことはないんですか。今まで特別に種族を意識したことはなかった。うん、お前たちと一緒に旅をしていた時には種族の問題に何度かぶつかった。だがそんなことは取るに足らないことだと思っていた。あのガジマのおばさんの騒ぎを目の当たりにした今でもその考えに変わりはありませんか。なあ兄、将来医者になった時にガジマの患者が来たらお前はどうするんだ。うん、それは質問に質問で返さないでください。それはユージーンの口癖だ。やっぱ言ってたね。レイグさんのバカバカ。いや兄も葛藤してますね。いや、やっぱだから敬語喋りの子可愛いな。エリズといい、兄といいね。きっとあの人もポプラおばさんがあんな風になるとはな。めっちゃショックだったよな。ガジマの人にはみんなああいう部分があるんです。きっときっとあの人もお父さんを殺した時あんな風に。よせ兄、誰だって嫌な部分はあるしいい部分もある。うん、違うか。あいつを呼びに来とれ。ええか。目指すはペトナジャンカですね。よし。え、この人 いらっしゃいませ。あ、この人は普通に話してくれるのか。あ、いらっしゃいまし。ミンミンって、ほう、普通に止めてくれたガジマの人だけど、ここは、あ、ここも普通にお話してくれる。お話よし。あ、ゾピー、誰か来たみたいだな。あ、クレア。クレア、どうしてお前がここに。私はどこまで行くんだ。バルカへ行かれるって言うんでミナールまでお送りしてるんです。バルカ、なぜ。それはもしかしてレイグさんと一緒に行きたくて。だけ私って言ったよね。あなたたちもバルカに。はい、それを知っててバルカに向かってたんじゃないんですか。クレアって自分のことって私って言ってたよね。もちろん。お前クレアじゃないだろ。クレア、すぐに帰るんだ。それはできません。クレアさんはレイグさんを追いかけてここまで来たんです。その気持ちも考えてあげてください。喋り方もちょっとおかしいもんね。だが大丈夫です。足手まといにならないようにしますから。
一緒に連れて行ってください。わかった。だが俺から離れないようにするんだ。声はクリアだけど喋り方が明らかに違うような。ザピーが警戒してる。どうした、ザピー。キーキーキー、どうしちゃったんでしょうね。ペトナジャンカまで一気に行くぞ。うん、ガチ、ちょっと待って、クリアが動物、あ、嬉しいんだけどさ、絶対これクリアじゃないだろう。私の読みは当たってたんじゃないか。ちょっと答え合わせが楽しみだけど、ザピーはどうして。クレア、ザピーのことだが、どうしたんだろうな。え、ザピーって。お前に一番懐いていたのに、俺から離れようとしないだろう。それは、しばらく会わなかったから、じゃないかしら。この喋り方はなんかクリアっぽいな。しばらく放っておくか。あんまり。ティトレイさん、元気にしてるでしょうか。さあな。クレアさんと旅するのは初めてですよね。よ、あ、そうですね。あ、私たち3人だとあんまり会話が弾みませんね。3人ともおとなしいタイプだからな。3人でティトレイを連れて行こう。はい、ペトナジャンカ急ぎましょう。本当のクレアだったらね、お話たくさんしてくれると思うんだけど、やっぱクレアじゃねえなって私は読みます。よし、でじゃあペトナジャンカに向かっていくんだけど、まあ結構もういい時間ですね。いやでもやっぱ敬語喋りの子ほんと可愛いわ。エリーゼもさ、敬語喋りだけどさ、あのパーティーメンバー呼ぶときに呼び捨てだもんね。ヒューゴとかアルビンとかでもあの兄はベイグさんとかね、ティトレイさんとかさん付けで呼んでるの、そこも可愛いね。いい感じですね。よし、ちなみにレイズだとね、あれですよ、あの柔道が医者じゃん。で、あの兄もお医者さんだからさ、あの二人のやりとりとかありますよ。可愛いっすよ、柔道と兄のやりとりとか。さて、じゃあこっち側でいいんだよな。あ、キウイが入ったって。じゃあちょっと街に着いたところで終わりにするか今回。じゃあちょっと移動します。お、予約待ちが見えた。めっちゃね、逆方向に行ってました、私。だってミナールだね、久しぶりですね。え、ミナールといえばあの子ですけど、あの兄と対立したあの子はどうなってるんだ。あ、馬車、はいはい。なんか知らないけどすごくムカつくんだよな。いや、そのあんたじゃなくてガジュマンのやつらだよ。なんでだろうな。ミーシャだっけ、あいつ元気にしてるかな。種族間の揉め事が多くなって最近商売がやりにくいんですよ。あ、いるか。 あ、ちょっと待って、どこも具合悪くない。もし体の異常を感じたらすぐにうちへいらっしゃい。あ、いた。キュリア先生みたいに立派なお医者さん目指してるんです。あ、まだ大丈夫だね。よかった。先生と対立しちゃったらそれはそれで悲しいもんな。あ、そういえば、ここでね、サブイベントがあるみたいなので、ちょっとね、それを回収したいなっていう感じなんですけど、役場まで行きますね。役場、どこだったっけ、役場。こっちだったっけ。最近鼻立つことが多いのです。でも、こうやって体を動かせば、イライラも全部吹き飛んでしまうのですよ。試してみませんか。ミナール体操。あ、なんかまだ、この人たちは大丈夫そうな感じはあるのが、せめてものって感じやな。どこだっけ、役場。どこだっけ、あった。ここでね、2階に行くんだって。あ、この人か。困ったな。ずっと借りたままの人の本を回収しに行きたいんだけど、僕はここを離れるわけには。よかったら、代わりに本を回収してもらえないかな。これか。じゃあこれを
まあ、サブイベントっていうほどでもないけど、図書貸し出しカードですね。これをゲットしました。よし、この貸し出しカードには回収してもらいたい本が記入してあるんだ。今回お願いしたのは歴史小説だよ。早速は申し訳ないけど、この町の体育館の男の人が回収してきてくれないかな。だって貸し出しカードには回収する本の種類しか記載されてないから、本の利用者を確認した場合は僕に聞いてね。ということで、体育館に行きます。こんにちは。ヒューマン、ヒューマン同士仲良く遊んだ方が楽しいよね。あ、ガジュマのお友達ね。わ、悲しいこと言うなよ。ん、クレア、あなたクレアでしょ。私ヘレンよ。あなたたちと別れてからずっと心配してたの。みんなが故郷に帰ったらしいって聞いてたけど、本当かどうか気になって。あなたの元気な顔見えてよかった。でもうちの手伝いをしてるの。心配かけちゃったら親孝行しなきゃね。ああ、よかった、また来てね。体育館で本を回収する、この人じゃない、誰だ、あ、37種類の敵。はい、あ、はい、そういえばこのおじいちゃんいたな。お、五歩。へー、是氷人が別の技に変化するだって。へー、お、アップルグミ。お、へー、春蓮人が変化する。へー、ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って、ごふ、春蓮人確か覚えてるよな私。ない、じゃあちょっとこれ持たせてみよう。あ、あの本、はい、すっかり忘れてたよ。わざわざ来てくれてありがとう。司書さんによろしく。よし、じゃあ歴史小説回収したので戻って、あ、終わり時が。ちょっとそろそろ終わんないといけないけど、本貸してもらいましたよ。はい、はいはい、あ、来た、はいはい。で、サニータウンか。はい。まあ、この町ではないみたいですね。よし、じゃあちょっと今回ね、ここまでにしておこうかなと思います。いや、じゃあ心が痛くなってきたなぁ、マジで。もう、ポプラおばさんでだいぶショックですけど、私は。この先なんかもっとショッキングなことが起きそうな気がして怖いですが。はい。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。